皆さんこんにちは。卓球選手でおなじみの木原美優さん。木原美優選手の父親の逮捕事件の真相や警察が逮捕に踏み切った証拠について紹介します。木原美優選手の父親が教え子の体を触りパクられました。この事件では一体どのようなことが起きていたのでしょうか。まずは木原美優さんの経歴とプロフィールから紹介します。木原美優選手は兵庫県明石市出身の卓球選手であり、木下グループに所属しています。また T リーグでは木下アビエル神奈川のメンバーとして活躍しています。身長は164センチメートル、段級岩5段で ITTF 世界ランキングの最高位は13位に達したことがあります。2004年生まれの木原選手は小学1年生の時に卓球を始めました。卓球クラブを経営していた父親の影響もあり、幼い頃から卓球に打ち込んできました。その努力が実を結び、中学生の頃には全日本卓球選手権カデットの部で優勝を果たし、そこから彼女の快進撃が始まりました。彼女の主な成績としては、2021年に全日本選手権女子シングルスで史上最年少優勝、2022年には世界卓球選手権混合ダブルスで銀メダル、そして2023年にはアジア卓球選手権女子シングルスで優勝を収めています。木原さんは2017年4月からこのアカデミーに所属し、東京の味の素ナショナルトレーニングセンターを拠点に全寮制の生活を送りながら北区立稲月中学校に通学しています。アカデミーの生活は非常に厳しく、寮では平野美宇選手と同部屋で生活しながら毎日数時間に及ぶトレーニングを行っています。休日も練習に打ち込む生活を送り、実家に戻れるのは正月などの長期休暇のみという、まさにスポーツと学業を両立するための環境が整えられています。木原さんは JOC エリートアカデミー入学時に平野選手に勝つことを目標に掲げました。そして2019年1月に行われた全日本選手権女子シングルス5回戦でその夢を実現し、4対1で平野選手に圧勝するという快挙を成し遂げました。この結果、卓球界では彼女の名前が一躍注目を集め、次世代のスターとしての期待が高まっています。ネット上では木原美優さんの国籍が韓国であるとの噂が一時的に広がりました。しかし彼女は烈気とした日本国籍を持つ日本人です。この噂が生まれた背景には、彼女が2018年に卓球ワールドツアー韓国を群雄21女子シングルスで優勝し、初のツアータイトルを獲得したことがあります。この大会での活躍が韓国人ではという誤解を生んだようですが、彼女はこれまで日本代表として多くの試合に参加しており、その実力を日本卓球界で示してきました。卓球界には張本智和選手のように中国籍から日本に帰化して活躍する選手もいるため、こうした噂が広がることもありますが、木原美優さんは間違いなく日本人です。木原選手は若くして次々と記録を塗り替える、卓球界の超新星として注目されています。特にパリ五輪では日本代表としての大活躍が期待されていました。しかし2024年8月に彼女の父親が不適切な行為の疑いで逮捕されるという事件が発生しました。木原美優選手自身はこの事件とは無関係であるものの、家族の問題が彼女に大きな影響を与えていることは間違いありません。卓球界全体にも大きな衝撃を与えたこの事件に周囲の支援が求められています。木原美優選手の父親であり彼女を支えてきたコーチでもある木原博夫容疑者が教え子に対して猥褻行為を働いたとして逮捕されました。兵庫県警は16歳未満の女児に対する不同意猥褻の容疑で木原容疑者を逮捕しました。被害者の母親からの相談を受け事件が発覚したとのことです。木原博夫容疑者は元卓球選手であり、滝川第二高等学校時代には高校総体でベスト16入りを果たしました。美優選手をはじめ兄弟全員が幼少期から卓球に没頭し、厳しい練習の日々を送ってきました。美優選手はわずか4歳で卓球を始め、
10歳の時には史上最年少でジュニア全日本選手権に出場したことで天才卓球少女として注目を浴びました。彼女を育てた名伯楽として卓球界での木原容疑者の評価も高かったのです。過去のインタビューでは木原容疑者は美優選手の幼少期について卓球が嫌いだったと思います。当時は僕が非常に厳しく接し時には叩くこともありましたと明かしていました。また兄や姉も卓球をしており美優を日本一にするという強い思いがありました。そのため一番厳しく接していたかもしれませんと述べています。警察の発表によると木原容疑者は7月下旬から8月2日ごろ自身が経営する卓球クラブオールスターに通う女児が16歳未満であることを知りながらわいせつな行為に及んだ疑いが持たれています。事件は女児の母親が8月7日に明石市内の交番に娘が通う卓球教室の監督からわいせつ被害を受けたと相談したことから発覚しました。調査を進める中で練習中に休憩を取っていた女児と木原容疑者が二人きりの状態で犯行に及んだとみられ警察は女児の証言をもとに所要の捜査を行い容疑を固めました。しかし木原容疑者は絶対にそんなことはしていませんと容疑を全面的に否認しているとのことです。木原容疑者は妻と二男二女の6人家族であり妻はオールスターでアシスタントを務め長男と長女がコーチ次男も卓球選手として活動しています。木原一家は卓球一家として地元でも知られており木原容疑者自身も中学時代から卓球を始め滝川二高時代には団体で高校総体ベスト16に進出した経験を持っています。2010年には会社勤めを辞め卓球場の経営に専念するため脱サラしオールスターを立ち上げました。木原家は卓球一家と言えるほど家族全員が卓球に関わっています。木原美優さんには4人の兄弟がいますがその中でも長女の木原麻凛さんは彼女の10歳年上で高校時代には3年連続でインターハイに出場した経験を持つ実力者です。現在は父親の卓球教室でアシスタントとして働き妹の美優さんと共にテレビ番組に出演したこともあります。その際麻凛さんのアイドルのようなルックスが話題となり卓球選手としてだけでなく広く知られる存在となりました。長男の木原翔輝さんも卓球選手としてのキャリアを歩み現在は大阪にある卓球クラブチーム日本ペイントマレッツでコーチとして選手を指導しています。末っ子の木原ことぶき馬くんは現在5歳ですがすでに卓球を始めておりその才能は家族からも高く評価されています。こうして木原家の子供たちは幼少期から卓球に打ち込みその実力を磨いてきました。娘の美優選手が小学1年生の時全日本バンビの部で優勝したことを機に木原容疑者はスパルタ的な指導を緩和したといいます。成長につれてのびのびやらせるようにしました。家では卓球の話はしませんし厳しいのはラケットを持っている時だけと当時の指導方針を振り返っています。調べに対し木原容疑者は絶対にそんなことはしていませんと容疑を否認しているということで警察が詳しい経緯を調べています。木原美優選手の所属チームは取材に対し答えられることはないと回答しています。今回の事件の行方や今後の捜査の展開が注目される中卓球界に与える影響も大きくなりそうです。美優選手の心境や今後の競技生活にも影響が及ぶことが懸念されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。